演舞開演。どうも。では自分が東京に来たもう一つの目的を今から果たしたいと思います。それはこちら、こちらの東京スカイツリーに入ります。いや、やっぱり一度登ってみたかったんですよね。前の東京タワーは入ったことあるんですけど、こちらは初めてです。どんな風になっているのかドキドキです。エレベーターの中のものすごく豪華です。まずは展望デッキにやってきました。では見て回りたいと思います。なんか歴史がある絵が飾られていますね。すごく高い、すごくいい眺めです。街を一望できますね。現実感がありません。なんか面白そうなものがあります。なるほど、タッチするとその場所がいろいろ分かるわけですね。いい年に来られました。こちらで軽食が楽しめるようですね。一周したようです。では次に行きましょう。さらに高いところに行くエレベーターがありました。なんと一部がこのようにガラス張りになっています。すごいです。すごいです。こんな
これはガラス床です。こんなものまであるとはちょっと怖いですけど、東京スカイツリーは最後まで遊び心にあふれていますね。スカイツリー、スカイツリー、短い時間だけど非日常的で楽しい時間をありがとうございました。またいつか会えたいと思います。会えたらいいな。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。